どうもこんにちは、黒ネタです。ポッケン続きをやっていきたいと思います。さあ今回もレッドリーグを勝ち抜いていきたいと思います。スタート。リーグマッチ。さあ相手はリザードン、クラウディー、お、クラウディオだね。今回のサポートセットを選んでね。まあこれでしょう。さあ楽しくバトルをしたい。29位なんだよな。これ5回とも勝てればギリギリトーナメントいけるんじゃないかな。はい、ゲンガーの登場です。張り切っていこうゲンガー。バトルマンってワクワクするよね。相手はどんな、毎回緊張するな。バトルを楽しむことが大事だよ。よし、あー、くそ、読まれてたか。はい、はい、そいよっと。あー、それ当たるか。よいしょ、構えて、あー、飛んじゃった。よし、遠距離感のこれ強いんですよね。エルフーン、それ渡るんだな。おし、グレート。いやー、何回か危ないところがありましたな。さあ次はジラチュを使っていきたいと思いますよ。さあ向こうも共鳴バーストが溜まっているんだよな。よいしょ、危ねえ。あ、あれしゃがんでると当たんないんだよね。よいしょ、あ、あー、おーほほう、うまい。危ない、帰ってください。おっと、当たる、危ねえ、危なかった今の。よし、よっしゃー、グライト。よいしょ。さあなんとか1回は勝てましたね。危ないなあ危なかった、さっきの必殺食らうとこだった。ラッキーボーナス、ロマンティスト、すんげえ色だなおい、紫。さあ次はアイダ、ゲンガーですね。これはゲンガー好きとしては負けられないよ。楽しいバトルになるといいね。よし、今日も暑いですねって言ってる。ほんと暑いね、最近暑い。まあこの動画撮ってるの5月なんでね、まあどんどん夏に向けて暑くなっていくんでしょうかね。ちょうどいい天気がいいよね、やっぱね。暑すぎず寒すぎずってのが一番生活しやすいです。さあエルフーンだ。エルフーン絶対暑いよね、夏とか。よいしょ。そう、このステージは広いんですよ。はい、はい、これで強いからな。これ相手からしたらやっぱりイラッとされるでしょうね。危ない、逆にドン。よいしょ、こっからのこう、ためシャドーボール、これなくしたからシャドーパンチ。お、危ねえ。よし、パーフェクト。危ねえ、あれもうちょっとタイミング間違ってたら逆にこっちが吹っ飛んでたね。さあジラーチでいきましょう。相手も共鳴バーストはそこまで溜まっていない。まあ、ゲンガーはね、溜まるのが遅いんでね。いてえ当たるのか、それはこっちから。よし、ほっ、ほい、ほいと。危ねえ、
喋ってなかった。あぶねえ。うお、うまい。あぶねえ。おぶねえ。あっと、うまい。あっと、うまい。あっと、うめえな。あははは、うめえ。ああ帰れ、危ねえ危ねえ。今前に出てたら危なかったな。あいで、うほ、そうなんですよ。これメガルトね、ゲンガー強いんですよ。さあもう決めに行こうか。行くぞい。何かわされた。よっしゃい。やっぱこのエフェクトすごいね。はいはい。ほらどうした、ほらどうした、ほらどうした、ほらどうした。これはひどい。まあ勝ちは勝ちですからね。いや遠くからあれ撃ってるだけで強いからな。まあ評価は低いですな。お疲れ様、お疲れ様です。さあレベルが85。どうしよっかな、もうちょっと共鳴スキル上げとくか。まあ後々ここは振り直しができるんでね。さあ次はシャンデラ・エメリヒ。これ前にいたな、あれ前回の動画だったかな。バトルポケモンには無限の可能性がある。フェルムバトルはそれをどんだけ引き出すかが勝負だよと。はあ、サポートセットを頑張ってアドバイス。前回こんなセリフなかったね。シャンデラファンタジスタ。またステージここ。まあ好きだからいいんだけどね。楽しんでいこう。はい楽しみましょう。よし、あっ、すげえ追尾してくる。よし、ここで流れをものにしちゃう。いいね、はいはい、この調子でガンガンいっちゃう。おーおーおー、うめえ。危なかった。この調子でいこう。おあ、危なかった。あぶねえ。よし、危なかった。さあジラーチが溜まった。これでいこう。向こうもまだバーストは溜まってない。うわー、これが強いんだよな。あぶねえ。うわ、かわされた。あぶねえ。よし、あーこれで吹っ飛ばしたのかよ。そっか、つかみに派生したかったもんな。あぶねえ、あぶねえ。あうほい、イエス。イエスじゃない。あいてー、あーバッドステータスきつい。うわー、あ俺の攻撃が当たったのか。危ねえ、ありゃ、オッケー。メガゲンガーになるまでもないな。まあ危なかったけどね。これなんで途中攻撃食らって俺イエスって言ったんだ。お疲れ様、お疲れ様です。僕もまだまだだな。いい勉強になったよ。いや、こっちのセリフだね。いやー、すごいね、強い。さあ、次は、ルカリオ、エンリカ。サポート楽しいバトルになるといいね。もう、サポートキャラはこれが安定なんじゃないかな。
なんか相手の色すごいね。読めなかった。どっちのサポートで行く？私はいつも。さあ行きましょう。このバトルリングは広いね。うまく広さを生かせるか。ルカリオはね強いんですよね。あのボーンラッシュだったかな、接近技。あれが強い。おお、近づいてきた。よし。オッケー。オッケー。やっぱこれ強いんだよな。シャドーボールで前警戒させてからのこのパンチみたいなね。まあ読まれるよね普通はね。で近づいてきたらここで吹っ飛ばす。でこれパーフェクト。いやこの戦い方強いな。正直自分でやっててもね、いやらしい戦い方だなと思うけどね。よし今だ。あガードしてる。あガードできない。それはよいしょ。はいはいと。おお催眠術が。あべまずった。危ねえ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 。おいで。よいしょからのキャッチ。おいマニュラかわいいなじゃねえよ。応援してくれよ。さあそろそろ向こうのバーストが途切れるぞ。おう。いやーしかしゲンガはやはり共鳴バーストがたまりづらいですね。おい、さあ一気に行こうか。使う必要はないと思うけどね。はいはいはい、毎度恒例使いたかっただけ。いやメガゲンガーでね決めれると気持ちいいんですよね。お、なかなかいい評価かな。楽しかったよ。お、レベルアップ86。あー防御で上げときましょうか。さあラッキーボーナス何が来る。トリーマー。さあ次はカイリキの未来。カイリキ強えんだよな。あのつかみ技の地獄車だったかな、あれを食らうと本当にねダメージがおかしいですから。よいしょ。よいしょと、オッケー。さあ行きましょう。緊張しないで、楽しんでいこう。ふう。さあビルドアップを積んでくる。おお。ああ先に当てられたか。わあ痛え。やっぱりしっかりガードしてきますな。オッケー、よし。オッケー。あーシャドーボールとかヘドロ爆弾でやりたかったんだけどな。お、今の光景が通るか。はい、あ今のはシャドーボールに当たったな。次もこの調子でいっちゃおう。さあなんとか1勝できましたが、まあ、油断はしないでいきましょう。あぶねえ。おおおおおおお、なんだ今の技。よいしょ、催眠術からの、はいキャッチ、はい高い高い、どんどんと。これ相手の共鳴バーストもね吸えるんでね強いんですよね。あ間違えた、こっちだ。よいしょ。
さあ行きましょうかね。お、防いでるね。おお、うまい。あっとミスった。おほほほほ、ちょうど当たんないとこ行くね。あ、終わっちゃった、やばい。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。完全に読み間違えていたな。まあ評価も低いですよね。さあこれで今回もなんとか5回とも勝てました。真っ向勝負、真っ向勝負ではないよね、あのシャドウボール投げまくってるのは。さあリザルトへ。17位、うーへー、これもう一回やんなきゃダメ。これかなりの数戦わなきゃダメだね本当に。はい、ということでね、今回もちょっと長くなってしまったので、もう16分ぐらいいってんのかな、一回ここで終わりにしたいと思います。次回もリーグマッチ、多分次回がリーグマッチ、レッドリーグは最後だと思うんですけどね、そのままトーナメント、まあ、やっていきたいなと思っております。チャンネル登録、高評価、コメントなど、よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。